ムラスポおすすめコーナー。いや来ましたね。アッパですね今日、はい、ちょっと楽しみにしてるんで、はい、今日じゃあボリちょっとおすすめしていただくものっていうのは、はい、こちらです、はい、オークリーの今期から出たニューモデルのゴーグル、はい、フライトトラッカー XL というのを紹介します、はい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 、今までキャノピーっていうオークリーの人気モデルがあったんですけども、はい、それの後継機種、まあ今までのキャノピーもやっぱり同じような感じで視界広めでかなり見やすいようなイメージがあったんだけど、はい、今回のフライトトラッカー、はい、これもなんかやっぱり視界が視界は広いです、はい、キャノピーに比べるとフレームレンズをつけるこの周りのフレームが細くなってる分より広くなってると。なるほど、はい、よりスタイリッシュにで女性男性つけてもかっこいいモデルになったのがこのオークリーフライトトラッカーになります。でですね、一応今持ってきてるのがファクトリーパイロットモデルと。どういうこと？オークリーって一般なのって丸いあのそうだ王のマーク王のマークが長丸の、はい、定番モデルとか通常モデルなんですけども、はいはいはい、このファクトリーパイロットっていうのはこのロゴがしっかり入ってるモデルになるんですね。なので滑ってる時にああの人ちょっとなんか違うなってなりやすいのがこれです。へえ、俺がまだ全然若かった時のオークリーのゴーグルっていうのは基本的にはこれだった。これだったんですよ、うん、なんですけど時代は進み、そうなんだよね、長丸になっちゃう、長丸になって人気あるんですね、このオークリーっていうロゴが。いやそうだね、はい、確かに。なのでこういうモデルも出してますと、はい、でレンズもピンクレンズで、はいはい、一応北海道は雪が降ったりと晴れることがなかなかないっていうか、雪が常に降ってるんでそういうところでも視界は明るく、なおかつオークリーの特徴凹凸も見やすいということなので滑ってる時に怪我もしにくいし、ポイントポイントをしっかり当て込むこともできると。正直本当俺もオークリー使っててこのピンクフレーあのレンズが基本的には一番見やすいんで。そうですよね、まあ一応今ピボ店だとゴーグルずらーっと今並んでるんで、はいはいはい、ぜひぜひ店頭に遊びに来て見に来てくれて、はい、そしてつけてみてほしいなと思うんですけども、はい、ゴーグルってすっごいレンズ傷つくじゃないですか。いやそうなんですよ、もう普通に使ってる分には傷つかなかったりするんですけど、はい、僕らちょっとあの枝に当たったりとか、いやそうですね、はい、傷つきやすかったりするんですけど、曇った時にティッシュで拭く人いるんですよ。いますねいますね。これ絶対ダメですか？出ました。はい、これ絶対もうレンズにヤスリをかけてるのと同じ状況なんですよね、はい、ティッシュっていうのが。またティッシュって結構凶暴ですからね。そうなんですよ。なんですけど、はい、今年から紫スポーツ、MSS紫スクラッチシールドっていうのが今年からスクラッチシールド、はい、サービスとして始まりました、はい、一応施工料先にお値段言うと3500円でレンズの上に液体を塗ってどんどんコーティングしていくんですけども、はいはいはい、液体を塗って勝手に固まってそれがなんか強くなる。強くなるんですよ。もともと持ってるレンズのパワープラスそのコーティングしてレベルアップさせていくっていうモデルな、モデルじゃなくてそういうあのサービス始まるんですけども、これもう昨日レンズに施工されてます。もうやってきたの？やってきます。松井さんここにブラシがあるので、はいはいはい、ゴシゴシしてもらっていいですか？これさ、もうね、はい、ここわしゃわしゃ言っていいの、はい、施工してないところからやってみる。ちょっとうわぁ、鬼、鬼だな。一番ゴーグルを大事に扱ってた人が、うん、ああもうコンコンまでいっちゃいますよ。ああ結構、あ、ほんとだ、傷入ってるね、はい。じゃあ今度はこの施工済みの方、はい、あーどうしよう本当に。あーさっきより鬼っすね、うん、あ傷ついてないです、傷ついてないですよね。むしろ綺麗になったの。綺麗になりました。いや本当本当綺麗綺麗。施工してない方は本当に傷ついてるの、はい、これガッチガどんだけの力でやったんだってぐらい傷入ってるんで。いやこれは分かりやすいわ。いやよかったです。これをしてるしてないで傷が入っちゃうとレンズ曇りやすくなっちゃったりもしますし、これを施工することによって
自分の好きなゴーグルずっと使いますよっていうのがこの MSS。 なんなら初めておろしたてのゴーグル、いきなり木に当たった瞬間、1日で、はい、終わりますからね、賞味期限終わっちゃいますから、はい、ゴーグルを買った際には施工していただければなと思います、うん、これ結構増えるんじゃん。増えそうですよね、うん、だって自分も絶対しますもん、うん、だって絶対傷つきたくないでしょ、はい、うん、あと一つ注意事項忘れてました、うん、レンズが脱着できるモデルに限りますので、そこだけ注意していただければ、こういう風に外す、はい、外せることが前提です。あれ外せれないゴーグルとかもあんのかな、お買い得なものは。あ、そうなんだ、はい、お買い得なやつは結構外せなかったりするので、今でも大体はもう外せるようになってるんで、紫スクラッチシールドを体験しに来てください。はいはい、今回もこのゴーグルプレゼントさせていただきます。お、そして MSS はもう施工済みなので、これでもう完璧なゴーグルになってます。新しい商品の新しいモデルですからね、モデルです、これ嬉しいんじゃないですか、はい、これかなりすげえ嬉しいですよ、はい、多分これ応募コメントをしてもらうんですけど、あれ、あれですよね、はい、コメントをいろいろ書いてくれた人にプレゼントになります。プレゼント、はい、どんなコメント嬉しいですかね。スノーボードへの意気込み今年は、今回はこれでいきます。なるほど、はい、コメントには、はい、スノーボードの意気込みをビシッと解体した人にプレゼントになります。このフライトトラッカー、はい、プレゼントになりますので。なるほど、はい、ぜひお待ちしております。そうですね、はい、はい、いや、いい商品だったんじゃないですか今回は。過去一じゃないですかね、はい、はい、よかったと思います。なのでぜひ応募お待ちしております。あれ、これいつもどうやって終わるんでしょうか。なんで今日は普通にバイバイで、はい、はい、してみますか、はいはい、せーの、バイバイ。はい、それでは紫スポーツ情報です。はい、11月20日から、そして11月29日までの10日間、こちら10日間です、スノーボードパーティー、こちらを行います。スノーボードパーティーはスノーのアイテムが特別価格でお送りするイベントになっております。なるほど、はい、そして紫スポーツの村ポ5倍になっております、はい、なのでぜひぜひこのチャンスに遊びに来ていただければと思います。はい、はい、以上紫スポーツ情報でした。しまってね、早く、はい、大丈夫です。